はい、どうもお疲れ様でございます。ごじゅんでございます。ペーパーズプリーズ続きをプレイしていきたいと思います。さあ、前回はですね、なんか拒否する理由をスタンプにやらなきゃダメだよみたいなことをね言われて、そんなのやったことないですよ、ちょっと説明してくださいよ、ね、行き当たりばったりやってみろって言われて散々失敗しました。そんな日でしたね。でも会社に文句言ってもしょうがない、やっていくしかないな。早速新聞読みましょう。インポール貿易制裁を開始、インポール貿易制裁を開始、アルストツカ輸入品を全面規制。アルストツカの輸入品を全面規制しているインポールが、あ、そうなの、まあ、それが一面に大々的にね報じられてますけども、なんだろう、何が起こるの。労働に出向いてみましょう。あ、緑の人いますね。12月11日。おお、なんでかい、びっくりした。あ、これか、これ邪魔だな、これいらないな、これ。おお、来たな、君か。昨日はありがとう。はい、昨日僕の腕も落ちたもんだよ。ああ、しょうがないよ、よくあることだよ。ああ、ショックだったのかな。ああ、元気出して、僕も2回目でたまたま当たったんですよ、ビギナーズラックってやつだよ。気にすんな気にすんな、ね、いいやつだな。候補読んでいきましょう。アルストツカ入国管理省候補審査官へ次ぐ、インポールはアルストツカからの輸入を全面規制した。はい、貿易省の、これなんだ、事情によりかな、入管省はこの侵害行為に対し制裁を発動、制裁を発動。はい、インポールからの入国者は全て拒否。インポールってどこだ、インポール、インポール、インポール、どれだ、あ、これ、このパスポートを所持している方は全て拒否しなさいよってこと。あー、これ理由つけるのかな、前回の。ちゃんと輸入品規制したからダメよみたいな理由付きなのかな。まあ多分理由付きでしょう。やってみようか、じゃあね。武器使用、ここ置いといた方がいいかな。いやでもな、定位置の方がいいよな、すぐ取っていけるように。ここ置いちゃうとなんか書類の下敷きになっちゃいそうなんですよね。この辺に置いておこう、しっかりね。ここ、鍵はここ、はい、指名手配犯ね。ここに置いて、こうしましょう。では行きましょう。次の方どうぞ、よろしくお願いいたします。はい、書類をください。インポール、はい、速攻ですね。はい、おい、ダメ、帰ってください。はいはいはい、入国禁じられてます、さようなら。で、これでいいのかな。次の方どうぞ。おお、ダメか、あ、やっぱりそっか、これか、やっぱりいるんだな。入国目的は何です、移住です。はい、富士美体ベジータですね。パスポート番号合ってますね。合っている。大丈夫かな、名前も大丈夫だよね。これ名前すごい長いな、この人名前が。大丈夫そうですね。男、大丈夫。はい、大丈夫。はい。移住って言ってました？移住言ってましたね。はい、じゃあ大丈夫でしょう。はい。じゃあ、はい、問題起こさないようにお願いいたします。次の方どうぞ。インポールどんどん来、インポール。インポールどんどん来て。インポールの方。もうすぐ行くから、俺。もう、ほんと、あなたのこと知ってる。あ、そうっす。ニルスク出身。はい。お父さんも何でしょう。あ、そうなの？あんなちっちゃい悪ガキだったね。ああ、なんか照れるな。近所のおばちゃんと会っちゃったな。そうなん？なんだろう、気まずいな。バイトしてたらね、昔住んでた場所 の、 あの知り合いが来たみたいな。会話も進まんしな。気まずいから通そうかな、早く。名前合ってます、合ってますね。合ってます、合ってます。大丈夫かな。大丈夫でしょう。はい、あの頃のあれ忘れてないです。はい、
元気にやってると伝えておくわ。あの頃のあれ忘れてないですよ、僕。ね。あの頃にもらったあれ忘れてないです。はい。書類をください。これはダメですね。ここを押して、違う違う、ここ、はい、焦るな、焦るな。焦るな、焦るな。よいしょ。これよ、です。こういうことかな？これを、こうして、こうして、こうだよね。で、こうだ。で、こう、こう。結構時間かかるな。次の方どうぞ。結構時間かかっちゃうな。はい。書類をください。小股来た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 。稼ぐチャンス、稼ぐチャンス。はい。はい。稼ぐチャンス、稼ぐチャンス。違う違う、こうじゃない、こうじゃない。ここ。ここじゃない、ここじゃない、ここ、ここ、ここ。はい。稼ぐチャンス、稼ぐチャンス。稼ぐチャンスだよ。稼ぐチャンス。はい。OK。全部返す。はい。はい、流れ作業。はい。次の方どうぞ。インポール。次もインポール。頼む、頼む。インポールでお願いします。書類をください。違った。アルツトツカさんだった。もう、なんで来ちゃったの？女って書いてあるよ。ちょっと。女性じゃないでしょ、明らかに。もう。あなたは女性ですか？男性ですか？そんなこと聞くか？もう検査しますよ。そしたら、スキャナーの方向いてください。ちょっと待って。検査すげえ時間かかる。ほら。もう、お昼の時間になっちゃうよ。何？男の人。はい、ダメ。これダメですよ、これ。全然違うじゃないですか。もう、全部調べなきゃいけないんだよね。書類に通してくれ。ダメ。はい、高速だ。君は高速だ。僕の手当になってくれ。ね。なんだこれ。早く来て。早く出ろって。もう撃っちゃってもいいよ、最悪。ね。はい、次の方どうぞ。早く、インポール。おお、君か。どうした？また来たぞ。ちゃんと全部用意した。お前とたくさん会ってるからな。おお、とっつぁん、久しぶりじゃないか。マジで？また来たの？もう、全部揃えたって言ったの？乗り継ぎとか言ってた？何？乗り継ぎとか言ってた？なんも言わないな、この人は。ジョルジ。大丈夫だよね。合ってる？合ってんじゃん。全然大丈夫じゃん。問題ないよ。すごいね。大丈夫だね。オッケー。緊張も。おっちゃん、体重違くね？おっちゃん、ちょっと。おい、体重違うぞ。体重が一致しないぞ。まあ、聞いてよ。はい。何？かみさんが料理下手なんだ。でも食べないと怒る。どういうこと？どうした、とっつぁん？なんだよ。多分あんたこれは気に入らないな。何を言ってるんだ？彼は。どうした？体重が重いんですよ。痩せてるね。気痩せするタイプ。ちょっと。とっつぁん。おい、これなんだよ。おーい、なんかあるぞ。ちょっと待って。これ、もう。まったく、ちょっと待って、これはなんだ。くす、はっきり言う。堂々としてるな。ちょっとした副業、通してくれたらいいものやる。いいもの？ 10 クレジット。新規のハンコ1個で10クレジット。高速、彼を拘束して、拘束手当が5クレジットでしょ？半コースと10クレジット。今日はまだ1回しか怒られてないから、大丈夫か？君は親友だ。ありがとうございます。次の方どうぞ。いやー、はい、いいですよ。別に大丈夫よ。書類をください。アルストスカの方。待ってくださいね。女性の方。一致している。大丈夫かな？大丈夫っぽいですね。大丈夫だよね。大丈夫ですよね。女性か？ワンチャンちょっと。どうなのかな？ああ、データ一致。失礼いたしました。大変失礼いたしました。申し訳ない。大丈夫でしょう。ね。
待って、ちょっといつもやられちゃうんですよ。いつもやられちゃう。あ、もう残業になっちゃう、残業になっちゃう。ちょっと待って、いつもやられちゃう。気になった時が怪しい。ちょっと待って、違う。気になった時が怪しいんだよ。あ、あるか。大丈夫か。あ、待って。時間が止まれ。ちょっと、時間が止まれ。止まって。アルストツカに栄光あれ。頼む。オッケー。次の方どうぞ。仕事いっぱいした。なんだ、なんだ、なんだ。え、なに。嘘、嘘、嘘。だって、おったじゃん。おったよ。おった。え、はあ。こう罰金取られた。もうインポールめ。ちょっとこの人だけ仕事したい。この人だけ。ちゃんと、待って。落ち着け、落ち着け。また1時間ある。落ち着いて。はい、インポールは無理ですよ。はい、これはダメですよ。ダメですよってやって、こうして押すと、お金がもらえる。はい、OK。はい、次の方どうぞ。インポール。あと15分ある。早く。書類、早く。入国目的何ですか？他の国へのあり次げ。ああ、終わっちゃった。おお、残業だ。インポール、この人。ちょっと待って、インポールか。インポールって赤じゃなかったっけ？インポール、リパブリアさんね。リパブリアさん。うん。リパブリアさん。おっちゃんじゃね？これ。うん。指名手配犯だったの？おっちゃん。おお。ちゃんとやらないとな、お仕事は。ああ、大丈夫ですね。はい。名前も大丈夫かな？ペーターさんかな？うん。はい、大丈夫。広い額って、もう。いいかな？うん、通しちゃっても。もうサービス残業なんでね。ああ、やる気は全然ないんですよ。ああ、でもこれでまた罰金取られたくないな。そしたらもうとっつぁんからもらった賄賂が水の泡だぞ。うん。合ってるよね。大丈夫ですよね。ちょっと待って。本当に。無駄にしたくない。はい、身長、体重 OK でしょ？はい、大丈夫。はい。で、大丈夫ね。こっちも大丈夫ね。パスポート所持も大丈夫よ。いい？大丈夫ね。合ってるね。はい。合っている。顔も合っている男の人ですよね。はい、大丈夫。こんだけ確認して間違ってたらもうこの仕事辞めますよ。うん。もう辞めるよ。問題起こさないようにお願いいたしますね。いやー、もう辞める。もう辞める。明日辞める。もう明日辞めます。もう本当に偽造された入国許可書。明日辞める。もう本当辞める。退職届。もうおっちゃんからもらった。賄賂がもうプラマイゼロになった。いやー、きついなー。貯金が減っている。また減っている。あ、でも最悪大丈夫かな？あ、ちょっと待って、本当に。ごめんね。みんなごめん。本当、今日は、まあ、ご飯と暖房我慢して、申し訳ない。これでも、プラスではないっていうのは、ちょっと理解しなきゃいけないですよね。みんなの協力があってからこその55ドルっていう、ね。55ドルっていうか、もう55クレジットですけど。いやー、きついなー。いやー、もう。もうインポールは全て拒否みたいな、そういう簡単な仕事連チャンで来ないかな。